はい、ボックス整理と石も少し買って後半戦に行きましょうか。じゃあこっから最高15セットで当たると、まあその前に来てほしいなと。ちょっと前半はね、まあ赤髪海賊団の方はすごい、まあ幸せなことでしたけど、こっちはね、アーロンは期待通りの出方をしてる感じですね。さあさあ、これで16セット目。さあ、赤髪はなかったですね。ちょっと赤髪の確率が落ちてきてるんでね、少しまとめてほしいとこなんですけど、ないか。16セットもなかったですね。はい。じゃあ、17セット目いきましょうか。いや、もう、ボックスの整理が最後大変そうだなと。ちょっとところどころでね、拡張もしようかなと思ってます。まだ上限まで行ってないのでね。さあ、お願いします。さあ、赤髪、赤が来ないとまずどうしよう。あれ、16、17とちょっと13、14も来なかったんですけど、セットごとに来ないことが増えてきてますね。あれ、10連で1枚ぐらいは来てほしいとこなんですけどね。さあ、18セット目。これでまた石がなくなっちゃいますけど、最後確定ですよね。さあ、道中も来て、頼む。うわ、マジか。ほんと2倍。ちょっと18セット回して9枚とかじゃないかな、まだ。うわうわ、いやいやいや、まあね。おお、これは嬉しい。スキルマックスですよね。うお、これは嬉しい。はい、最後ね、まあまあちょっと赤髪全然出てないんですけど、スキルマックスのねジャックが確定枠で来てくれたんで、ちょっと幸せになりました。さあ、じゃあ19セット目いきましょう。ちょっと16、17、18と道中出てないので、そろそろまとめてきてくんないと厳しい。え、本当に？え、どういうこと？40連赤髪ないんだけど。うお、マジか。うわ、ステップアップ、アップもしない、代わりもしなかった。うわ、どうしたんだ、この40連ちょっときつい。うわ、後半出だしから悪いな。さあ、行きましょうか。ここが20連で、最後がなかなか熱いダブルキャラが確定なんですけど、道中も来ていいよ。えー、本当に？ちょっと待って、50連赤髪ないんだけど。まあこんだけ課金してるから別に気にならないけど、普通に貯めたい人とかだったら泣きそうな感じですよね、これね。さあ、確定枠。おー、長くなかったか。まあ悪くないね、ビビレベ強いもんね。さあ、ちょっと本当に赤髪の確率が鬼のように悪くなってますね。20セット回して道中が出たのが何枚だ、もう9枚しか出てないな。100連で9枚って。さあ、道中出てくれましたね、よかった、久しぶりに。さあ、ここ大事。おお、黒も出た、そのまま。うわ、ダブルキャラだけど、もう、いやいや、でも昔は欲しかった本当に。エースとルフィはね、引けた時感動したの覚えてますよ。はい、じゃあ行きましょう。22セット目。いや、ちょっと赤髪がまとめてきてくれないと。おお、来た、言ったら来た。もう1枚ぐらい来てもいいぐらい。うわ、来ないな、道中。まあ、これで11枚かな、やっと。うお、こっちか、片栗さ。いやー、なんか変わるのも全然ないしな。はい、ここは確定か。おーおー、確、おお、スキルマックスだ。おお、スキル間の波は嬉しい。これは嬉しい。なんか確定枠がいいですね。瞬間前でスキルも欲しかったですが、ポロポロ来てくれますけど。お、1枚来た。赤髪が戻ってきたかな。でも、まあ、10連で1枚って当たり前ぐらいだけど。さあ、誰。おー、ゾロか。
ミホークとセットで使うと強いですけどね。いやーちょっと赤髪の率が悪い。はい、じゃあ24セットメーカー、ちょっと石増やしていきます。ボックスもちょっと整理、はい、していきますね。はい、ちょっといろいろボックスも整理して、いやー200すぐいきますね。さあ24セット目、ちょっと赤髪がさっきひどかったんで、ここから巻き返してほしいな。おお、来た、ありがとうございます。いやー1枚出るだけで嬉しいって、どういうレベルなんだろう。10連で 2,3 枚来てもいいけど、おお黒、微妙だな。さあ、いや25連目ここまで来ちゃいましたね。いつもだったらここまでしか引けない275連か。25セット目、超すごいダブルキャラ、ここで引けてもいいけど、もうここまで来たら天井まで、なんか配信者としては行きたい感じ。1枚、よし、これもほんと1枚しか出ねえな。いやいや、でも急に安定してきた。21セット目から毎回来てます。うおー、サボか。あ、これで虹だ、ありがとうございます。サボ無事虹にこれでできました。さあ、うーわー白丸か。はい、課金して、うわ確定のね、ダブルキャラのところがビビレベと白丸、まあ悪くはないですけど、いやーちょっと残念でしたね。じゃあもうここまで来たら26セット目、こっからいけて、あともう5セットしか引けません。いつもだったらここまでしか得点がない。さあ行きましょう。どうしたどうした、鏡2枚、久々に行きましたね2枚は。さあどうかな、道中、さあ来ちゃえ。うわー短い、テゾーロもこれで虹だ。うおー、これは嬉しい。おお、新キャラ進化前来た、これは嬉しい。プリンの進化前ありがとうございます。まあなんか必殺本も持ってたから、ちょっとスキルレベルも上げれそうですし、これはちょっと嬉しかったかな。さあじゃあ27セット目いきましょう。おお来た、赤髪が戻ってきたぞ。なんかいい感じになってきましたけど、いやもうちょっと来てもいいんだけどな、贅沢かな。さあ、来い。そっか、ビビレでまた来るか、ここで。はいはい、悪くない。さあ27、さあカウントダウン。さあ28セット目いきましょう。お願いします、赤髪そろそろまとめてきてもいいけど、もうここまで来たら天井まで行っていい気がする。本当に出るか見たいわ。さあ、おーおー2枚、おお3枚、おお2倍っぽくなってきましたね。すげえなこの。さあ変な止まり、うーわー似てるけど違う、似てるけど、いやー魚人はね強いよね。30来たか、呼ばれたからね、プリンにね。はいはい、ここらお記事強いですね。さあ、さあ29セット目第3弾がこれで28セット引いて、ちょっとさっきね、あの途中で終わっちゃいましたけど、 20枚赤髪出てるかな今道中で。なかなか最後の追い込み、おおまた来た。道中で29セット、37、そうですね 7% ぐらい、 7% ぐらいで来てて、おおゾロが来たから、師匠もミホークも来ましたね。おお久しぶり。おおこれで22枚目だ、道中22枚来ましたね。さあ来ちゃいましたね最後まで。いやでもまあ楽しかった、これで出てくれるんでしょう本当に。さあ天井を皆さんにお見せしましょう。これがトレクルに実装された新フェース弦を欲しい時に
神様のように必ず当たってくれる天井、ここで出たらもうほんと心折れるけど、普通にね。さあ、さあ来た、楽しんでいきましょう。さあため、おお来た。さあ 100% OK。走り切った、ありがとうございます。まあ途中ちょっとね、赤髪全然出ない時もありましたけど、最終的に道中で第3弾の方が22枚出てますね。 7% 出てるっていう感じかな、 7% 弱って感じだと思うので、いやいや今回はね、赤髪の方がしっかり早めに引けたので、全部で330-44で374連ですね。374連、いやまあまあいいでしょう。楽しかった楽しかった、天井いいですね。まあ、道中でね早めに引けるともう片方の方も言いやすいですし、最悪660引いてたかもしれないと思うと、いやこれ早速育てて虹にして使っていきたいと思います。本当に長い動画になったと思いますけど、ご視聴ありがとうございました。またトレクルーでトレマとかでねお会いしましょう。